こんにちは、ロビンです。テルルだよ。イエー、新しい拡張機能を入れたのに動かないよ。あるあるですね。ところで、そのオートマチックイレブンイレブン、いつインストールしたものなんですか？3月にインストールしたものだけど、古すぎるので更新しましょう。とまあこんな具合に、WebUI 本体が古いことによるエラー発生は珍しくありません。コメント欄に寄せられるエラー相談の内容を読んでいても、この人古いまま使うてるんちゃうかなと感じることが少なくありません。拡張機能も本体に合わせて更新されていくので、本体ともに定期的な更新が必要なわけですね。というわけで、今日はオートマチックイレブンイレブン本体の更新方法について紹介します。ステーブルディフュージョンウェブ UI オートマチックイレブンイレブンの更新には2種類の考え方があります。今使ってる既存のバージョンを維持したまま別に新規インストールする方法と、今使ってるバージョンに更新差分を引っ張ってきて上書きインストールする方法です。左の方は最初の環境構築時と同じだね。その通りです。最初にやったのと同じように Git クローンコマンドを使います。そしてもう一方は Git プルというコマンドを使います。それぞれについて紹介します。まず Git クローンの方、こちらは安定型で確実な方法です。今使っている環境を維持したまま新規構築するため、起動エラーがまず発生しないのと、旧システムに手を加えないため、万が一最新版がバグだらけで動かなかったとしても、今使っている方で画像の生成は継続できます。協調性を確保したやり方ですが、拡張機能は一から入れ直しになるなど、引っ越しが少し面倒という欠点があります。実際に更新作業をやってみましょう。まずは今使っている WebUI を立ち上げて、インストールしている拡張機能の URL をコピーしてメモ帳あたりに貼っておきます。こうしておくと、後ほど拡張機能を入れ直す際に楽になります。 URL メモができたら WebUI は落としておいてください。このパソコンで使っている WebUI は5月28日に構築したバージョン 1.30 です。そしてオートマチックイレブンイレブン氏の GitHub のページを確認したところ、現在の最新版は6月5日付の 1.32 なようです。これに移行してみます。今回は既存のバージョンの隣に構築することにします。わかりやすくフォルダに名前を付けます。例のごとく日本語と半角スペースは排除してください。作ったらそのフォルダの中でコマンドプロンプトを起動します。あとは新規インストールにやった時と同じです。 Git クローンのコマンドを1111氏の GitHub からコピーしてペースト。複製が完了したらドットバッチを起動して初回の動作確認を行います。この時モデルがないと純正 SD モデルが自動ダウンロードされてしまい、初回起動に時間がかかってしまうので、モデルだけ先に移植しておくことを推奨します。いつものクリエイトパブリックリンクが見えたら準備完了です。ブラウザを立ち上げて動作確認ができたら、あとは今まで使っていた VAE や学習ファイルなど手動でインストールしたファイルたちを移植して、最後に拡張機能を入れ直していきます。最初の新規インストールの手順を順番になぞっていくだけなので、特に迷う部分はないと思います。使わなくなったモデルや拡張機能を見直す良い機会でもありますね。ここでチェック。モデルやローラの移動が面倒な人はドットバッチのアーギュメントを上手に活用しましょう。ハイフンハイフンなんとかという設定のことです。イレブンイレブン氏の GitHub のウィキを参照すると、アーギュメントで設定できるオプションがたくさん用意されています。そしてその中にはモデルやローラを別のフォルダから呼び出すオプションもあります。例えばモデル倉庫のようなフォルダを作っておいて、そのフォルダパスをドットバッチのアーギュメントに記述してやります。こうするとモデルがこのモデル倉庫から読み込まれるため、 Git クローンで新規環境を構築した時にモデルやローラを移動する手間が省けるので、引っ越し作業が楽になります。上手に活用しましょう。そしてもう一つの更新方法、 Git プルコマンドを使う方法なのですが、こちらは Git に備わっているバージョン管理機能を使って、 GitHub 上の環境、リモート環境とパソコンの中の環境、ローカル環境との差分を照らし合わせて更新を行います。今使っている環境を文字通りそのまま更新するため、モデルや学習ファイルの引っ越し作業が不要というメリットがあります。ただし既存の環境に手を加える形となるため、万が一エラーで起動すらできなくなった場合は、解決するまで画像生成環境を失うことになります。あと Git プルによる更新は、
環境依存のいわゆるうまかんエラーが発生しやすいという欠点があります。そのためこの更新方法は自分でエラー対処できる人向けの方法になります。実際にやってみましょう。先ほどのバージョン 1.30 を GitPr で更新してみます。インストールフォルダの中でコマンドプロンプトを起動します。まず最初に Git ログと入力して、今使っているバージョンのコミットハッシュを控えておきます。これは Git により割り当てられた識別 ID のようなもので、このハッシュ値が今のバージョンを表していると思ってください。バージョンいくつとか呼んでるのはあくまで作者が分かりやすくつけてくれた名札みたいなもので、本来はこのハッシュがバージョンを意味します。ハッシュ値は過去バージョンに戻す際に必要になりますので、更新前に必ず控えておきましょう。ハッシュが確認できたら更新作業に移ります。更新するには GitPr と入力してエンターします。処理自体はすぐに終わります。こんな感じの表示になっているかと思います。今のバージョンから BAF なんとかというハッシュ値のバージョンに更新されていますね。1111紙のページのリリースノートを参照すると、 BAF なんとかはバージョン 1.32 なのがわかります。あとはいつものようにドットバッチから起動して動作確認を行います。コマンドプロンプトにハッシュ値に相当するバージョン情報が表示されていることと、 WebUI の下の方にもバージョンが出ていることを確認してください。特に動作に問題なければ更新は完了です。ここでチップス。今回の例では 1.30 から 1.32 とマイナーアップデートです。更新内容を見てみると、軽微なバグフィックスのみで、このような場合の更新作業は特に問題なく進むケースが多いです。注意してほしいのはメジャーアップデートを挟む場合です。例えばもっと昔のバージョンから更新する場合、途中でトーチやグレーディオの更新が含まれる場合があります。このようにライブラリ関係に更新が入る場合は、何らかの不具合が発生する可能性が高いということは覚えておいてください。 BND フォルダを全消去してライブラリを収集し直したり、コードの一部を書き換えたりなど、エラーの内容によって対処法は異なりますが、おまかんエラーの場合、情報が少なく対処が難しいケースがあります。引っ越し作業の手間とエラーの発生リスクを天秤にかけて、クローンすべきかプルすべきかを判断すると良いでしょう。ちなみに私は動画を作るたびに毎回最新版に更新していますが、必ず Git クローンで新規に構築しています。間違いがないし安定確実だからね。最後に、おそらく使う機会はほとんどないと思いますが、先ほど控えたコミットハッシュ値を使って過去のバージョンに巻き戻す方法と、変更履歴の確認方法、そしてプレリリース版の導入方法について書いて終わります。詰め込んでいくな葵。最初に例として、さっきの 1.32 を 1.30 に巻き戻してみます。またインストールフォルダ内でコマンドプロンプトを起動します。 Git リセットというコマンドを使って巻き戻すのですが、 Git リセットするとドットバッチのアーギュメント設定など手動で変更を加えた部分も巻き戻って初期化されてしまいます。そのためまず最初に Git スタッシュと入力して変更文を保存します。 Git スタッシュはローカル環境で変更を加えた部分について保存する機能ですが、もちろん手動でドットバッチのバックアップを取るなどしても構いません。スタッシュできたら次のように入力します。 Git リセット -hard、 先ほど控えたハッシュと続けます。これでエンターすると指定したハッシュ値のバージョンまで戻せます。更新が止まってしまった古い拡張機能をどうしても使いたいときに、 Git リセットで本体を当時のバージョンまで戻してやると動作する場合があるので、手段の一つとして止めておいてください。最後に Git スタッシュアプライと入力してエンターします。これでドットバッチなどの記述が元に戻っているはずなので、あとは起動して動作確認や設定の見直しを行って巻き戻し作業は完了となります。次に、今使っている WebUI に自分がどういう変更を行ってきたのかという変更履歴を知りたいときは、 Git リフログを入力することで調べることができます。今回の例で言うと、もともと 1.30 だったのを GitPr で 1.32 に更新して、また 1.30 にリセットしているという履歴が表示されます。何度も GitPr を繰り返して、秘伝のタレみたいな WebUI を使っている人は一度確認してみると良いでしょう。最後にプレリリース版の導入方法について紹介します。この動画を作っている時点での正式な最新版は 1.32 です。しかしリリースノートを見てみると 1.4RC、
プレリリースとある謎のバージョンが出現しています。 RC はリリースキャンディデート、次はこれを実装する予定だよという候補バージョンを意味します。実装予定とはいえ、まだ正式実装しない理由があるバージョンとも取れるので、研究熱心な人向けの先行公開ということになります。当然まだメインブランチに載っていないので、今までのように普通に Git クローンやプルスルだけでは導入できません。メインブランチってなんじゃらほい。 GitHub にはブランチ、枝分かれという考え方があって、複数のプロジェクトを並行して行う機能が備わっています。自分で研究するためのブランチであったり、誰かと共有するためであったり、使い方は開発者それぞれです。グッズの自分用、保存用、共用みたいなもんか。今まで Git クローンで複製したり、 Git プルで引っ張ってきていた差分は全てメインブランチから持ってきていたものです。まだメインに載っていないバージョンを使いたい場合は、ブランチの指定を行う必要があります。まずオートマチック1111の URL をコピーしておきます。次に 1.4RC のコミットハッシュをクリックしてみると、リリースキャンディデートというブランチにあることがわかります。ブランチ名もコピーしておきます。新規にフォルダを作って、その中でコマンドプロンプトを開きます。次のように入力します。 Git クローン -ブランチ、ブランチ名、リポジトリの URL と続けます。これでエンターすると、リリースキャンディデートブランチにある最新版、つまりここではバージョン 1.4RC がクローンできます。 Git リフログで履歴を表示してみると、ちゃんと 1.4RC 版になっています。あとは普通にクローンした時と同じように環境整備を行えば OK です。ただしプレリリース版は人柱版でもあるので、いろいろと分かっている人だけ使ってください。トラブルシューティングやディスカッションも、当然詳しい人向けのやり取りになる点は了承しておいてくださいね。ちょっとそれましたが、まとめるとこんな感じです。最新のオートマチック1111を使いたい場合、 Git クローンで新規構築するか、Git プルで既存の環境を更新するかの2パターンがあって、復帰作業が必要だけどクリーンで確実なのがクローン、お手軽だけどエラーリスクがあるプル。拡張機能は最新の本体に合わせて更新されていくので、本体もこまめに更新するようにしたいですね。今回はこのあたりで、また来週。ちゃんと水分取れよーん。